ビビビビ、徹子の気まぐれ TV です。ビビビビ、始まります。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は、どこにいるかと言いますと、はい、その前にすごいですね、メイク。そう、あのこの間アットコスメで買ったあのクラゲメイクでしたっけ、レコーダーで買ったやつ、今日はクラゲメイクで。そうです。なんかいいですよ。いいですか。なんかキラキラして、確かにね、クラゲメイクっていう名称の意味が分かります。確かに、なんだかクラゲです。分かりました。でもここは、はい、私来たことないんですけど、はい、これは今回徹子初めて行ったのコーナーですから、今日はココスに来てます。ここのお店の名前はココスです。ココスってそういえば見るわね、この看板ね、よくね。最近テレビでもコマーシャルやってるんですよね。で、僕もね、ココスはね、最近知ったんですけれども、あの那須で美術館やってるじゃないですか。で、那須高原にもココスあるんですね。で、もう夜遅くと何も食べるところなくなっちゃうんですけど、ココスだけは夜遅くまでやってるんで、那須の美術館行った時はよく行くんですよ。徹子さんはもちろん初めてですよね。すごく喜ぶものいっぱいあります。本当に、はい、嬉しいな。今サマータイムですから、もう夏おすすめ。ここに足くにもあんのね。かき氷ですよね。かき氷で、もうここにさっきから目がずっと行ってますよね。このところに。そうです、もうこのかき氷があるっていうことも含めて、ココスで徹子さん爆食する。はい、今日はお願いします。お腹空いてますか？空いてます。朝から何も食べてないんです。じゃあ早速、じゃん、すごい。これはね、今見るとこれはね、今見ると先にこれを頼もうとすると思うので、これはちょっと隠しときます。はい、これがメニューになります。どうぞ。どうして子供ってああいうふうにとどめなく喋るんだろうね。和食もやってますし、イタリアンとか洋食とか、まあ、あとハンバーグがすごく有名なんですね。よく僕もそれ食べています。で、今回はですね、徹子さん、はい、いろいろなものを徹子さんに味わっていただきたいということで、あちらに皆さん控えてます、スタッフの人たちが、うん、あの徹子さんと僕が頼んだもので、をどんどん順繰りにこう回していく、うん、それでみんなで美味しく食べる会ですので、あの食べてみたいものをどんどん注文してください。あ、ここから注文です。はい、言ってください、番号。サラダとスープ。なんかサラダから言ってみましょうか。ここですね、サラダ。カリカリチェダーのシーザーサラダ、それと、そうですね、あとこれですね、チキンとナッツのサラダ、あとこれがカルフェリネアタコサラダ。これはなんかあのパリパリしたものにくるまれてて、それを混ぜて食べるサラダです。彩り野菜グリーンサラダ。はい、それなんかいいじゃないですかね。これですか。彩り野菜のグリーンサラダで、そしたらこの番号を読んでください。283、これ出ます。いいです。次へ進む。で、ここでオリーブオイル、ガーリック醤油、シーザー、すりおろし大根、野菜、すりおろし野菜、ドレッシングなし、選びます。オリーブオイルいきます。オリーブオイル。すごいね、いっぱいいろんなもあって。289。289。山盛りカリカリポテト。山盛りカリカリポテト。276。オニオングラタンスープのココット焼きで。これ美味しそう。はい。うわ、すごい。ピッ、ねえ、これピッ。慌てちゃって、ピザ。もう、1個決まったらどんどんいきますね。ピザいきますか？ピザいきます。はい。260。260。はい、ピッツァマルゲリ。ピッツァマルゲリ。ピータ。ずいぶん安いのね、ここでも。これとこれ美味しいと思う。どれ？フレッシュバジルのモッツァレラトマトパスタ。何番ですか？243。243。うん。これ頼んだっけ？頼みました。
これいいでしょ、こうほら注文聞きに来てもらって頼むんじゃなくて、もうどんどん、うん、キッチンの方にオーダーが飛んでるっていうのはすごくいいと思います。これ美味しいかしら、マスタードクリームのココットハンバーグプレート、いってみます。うん、じゃ番号お願いします。232236 236。うん、それでね、はい、ハンバーグっていうものはみんなすごく食べるのね。あ、このハンバーグ美味しいんですよ本当。じゃあそうして、何番ですか。227炭焼きハンバーグ、これすごく美味しいです。本当、うん、じゃあ一巡しましたね。これ頼んだ頼んだ、もうそれ絶対的に食べたいですねピザのマルゲリータは頼んだのね。食べました。あ、来ましたよ。何、もう、もう料理が早いでしょうすごくないすごいすごいすごい。お待たせいたしました、彩り野菜のグリーンサラダでございます。どうもありがとう。美味しそう。美味しそう。カメラに見せてね、うん、箸取っていただいていいですか。はい、じゃあまずお取り皿どうぞ。お待たせいたしました、オニオングラタンスープのポップアップ焼きでございます。器がお熱いのでお気を付けください。お箸もあります。はい、お持ちします。はい、これさ、ちょっとみんなにあげるって言ってもあげられないそれは絶対自分一人で行く責任持って行くんですよ。いただいてみます。おいしい。おいしい。うん、おいしいね。うん、お待たせいたしました、カリカリポテトでございます。おいしそう。たまるぎりんかで、あ、どうもありがとう。待ってたのこれ切るやつ、めちゃくちゃ早くないですか、ね、これ切ります。やります、やりますよ。じゃあサラダ召し上がっててください。私結構サラダなんか食べてる暇ないです、はい、どうもありがとう。食べてみる。おいしい。おいしい。うん、じゃあもう一切れいっときます。いきます。おいしい。でもチーズもいっぱい乗ってるし食べ応えがありますよね。お待たせいたしました、フレッシュバジル、あのモッツァレラトマトパスタでございます。パスタだって食べよう。すごくないこれ、なんかものすごい短時間で撮影収録終わっちゃいそうな勢いじゃない、このねえこの速さすごいよね。低糖質麺、うん、熱々です。いっぱい来すぎちゃってどれから食べたらいいか分かんないぐらいなあれですよね。でも美味しい。普通だったら一品だけしか食べれないけど、こうやってみんなで来ればね、分けて食べたらいいですね。ん？このパスタ美味しいですね、うん、美味しいね、うん、柔らかいけどコシもある感じですかね。味がね、ちょっと一本一本に染みてん。一気食べましたね。返してもらいます、向こうからゆっくりね、ゆっくり YouTube 撮ってるってことを忘れずにゆっくりお願いします。ゆっくり。おいしい。おいしいね、大物が来ちゃった。大物が美味しい。大物が来ちゃった。お肉メインメイン。お待たせいたしました、濃厚ビーフシチューの炭焼きハンバーグでございます。これもうこのお店の一押しですから。本当
ですよね。一押しです。ホイップとホークでホイールはパッと、はい、召し上がる。もうポテトはいいですか、向こうに回して。ポテト、はい。そっち結構早く一気になくなりますよね。お昼抜いてるから。今ねハンバーグも行きますから。行きますよ。すごいすごい、あれが湯気が、わあすごい、すごい、見て、ほらお肉が乗ってんですよ。あ、上のはハンバーグじゃないの。これはね普通のお肉、牛肉が乗っかってるんですけど、このお肉がすごい美味しいんですよ。牛肉のこう煮込んであって柔らかくて、このお肉だけのお料理が食べたいぐらいな、ぐらいこの上に乗っかってる牛肉が美味しいんです。ください。いいですけど、やけどしますよ今食べたらきっと。いやこのハンバーグ美味しいですよね。いただきます。うん、うん、美味しいでしょ、うん、ね、すごく美味しい。美味しいでしょ、うん、ね、もうなんかいいとこ行かないでもここでもいつもココスで。どうもありがとう。お待たせいたしました。マスタードクリームのココットハンバーグプレートでございます。ココットがお熱いのでお気をつけて、ぜひスプーンで、はい、食べ、おいしそうね。おいしい。ん、このハンバーグもおいしい。うん、お待たせいたしました。リブアイステーキでございます。美味しそうだね。こちらのペレットでお好みの焼き加減までやりと召し上がりください。へえ、洒落てるんですね。ここの上に乗っけてもう一回焼いてくださいっていうことなんですよ。あ、美味しそう。あら、すごい。面白いね。いいんじゃない。結構熱いんですね。いただきます。へえ、熱い、これくっついちゃうぐらい熱い。おいしい、うん、おいしいですね。うん、おいしい、うん、いいですね、うん、柔らかい、ふわふわね。あれ食べない、ピザ。ピザ？おかわり？うん、うん、ピザが食べたい。うん、ピザのトマトピザ。違うやつ。いや、普通のピザでいいんだけど、なんかあんまり食べないうちになんかなくなっちゃったの。おかしい。どう？3分の1は食べてましたから。あそこでいい。ピザはこのピッツァクワトロフォルマッチもありますけど。それじゃなくてこれでいい。お気に入り、うん、徹子のお気に入り、はい、ピッツァマルゲリータ、はい、分かりました。ね、ちょうど中間点でね、ちょっと息ついていい感じじゃないですか。ね、結構ね、うん、オニオングラタンスープいってますね。食べました私、うん、ポテトも結構いってますね。私行きました。じゃあ次も、あ、今ピザが来るんですよね。ピザピザ食べたんじゃない。もう一回ピザ食べるっていう、ね、そうそれはまだ来てないの。まだ来てないです。じゃあ他のものも見てみます。まだ食べたいものがあるか、うん、ここね僕意外と思うんですけど、スパゲティ美味しいんですよ、うん、ミニアリーカと明太子のパスタっていうのがあるんですけど、うん、そういうのはお好みじゃ。ミニアリーカと明太子のパスタっていうのはお好きじゃない。食べてみます。頼んでみます。無理金時頼んでみます。マンゴー、マンゴー大変。すごいふわふわ。でもこれは別腹でしょ。え、別腹もちろん別腹だから今こっち集中していいんですね、うん、パスタ行ってみます。パスタ行こう。みんなパスタ食べたいです。まだ
なんか食べたいものがあったら言ってみてくれれば徹子さんの検閲に検閲に引っかかるかどうかわかんないですけど、一応これ食べたいっていうものがあったり教えていただければ。あ、なんか来てお待たせいたしました。ピッツァマルゲリータでございます。おかわりピッツァが来ましたよ。おかわりピッツァがピッツァ来たわよ。じゃあやらせていただきます。これで撮ってみよう。普通6人だからさ、6人に 6等分しようっていう気はないんですよね。自分は4分の1を絶対食べたいんですね。はい、どうもありがとう。あ、よかった。これはさっき食べたんだけど、なんか食べた気がしなかったな。どうしてだろう。なんか YouTube やってるっていうよりもファミレスにご飯食べてきてるって感じですよね。全然ファミレスにご飯食べに来たって感じですよね。そうじゃないの。もちろんそうですけど、で YouTube やってるなんていうことは全然気になってないでしょ。YouTube やってないでしょ今。カメラこんだけあるじゃないですか。そう。あ、それは知らなかった私。あら、やだ。ただ食べてこれから何かやるんだと思ったの。うん、今はランチタイム、たまたま一緒になったからランチタイムだと思ってたの。うん、パスタはもうちょっと食べますか。いただきます。おいしい。今年初めてでしょ。そうです。っていうか去年も食べてないでしょ。食べてないです。すごいすごい。大きい。めっちゃ喜んでますね。78,000円。78,000円ですさ。